リヒロシキタルは、韓国出身の同国代表サッカー選手。K リーグ、テグ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。左足のスペシャリストであり、フリーキックなど得意とする。2002年に新しく生まれ変わった優秀選手海外、留学プログラムの第一期生として、フランスの FC メスに1年間の留学を果たしたが、プロ契約を勝ち取ることができず帰国。 その後は、高麗大学校に進学。卒業後は、ドラフト外となる番外指名選手として、喜び南 FC に入団。年俸1200万ウォン。リーグが始まると、レギュラーポジションを勝ち取り1年目から6ゴール6、アシストの大活躍を見せた。その後も安定した活躍を見せると、喜び南時代の監督で、現韓国代表監督の超高麗が、負傷中であった。 金正友の代わりに代表に招集。2010年12月30日にアブダビで行われたシリア代表との親善試合で代表デビューを飾った。AFC アジアカップ2011でもレギュラーポジションを与えられ、準々決勝のイラン代表との試合では、この試合の MVP にも選ばれた。2013年は、負傷により全く試合に出場できなかった。2014年より、 兵役のため安山警察サッカー団に所属。2018年、タイのチェンライユナイテッド FC へ移籍。ありがとうございます。